ティラノサウルス科は代表的な種としてティラノサウルスを含む重脚類恐竜の分類群であり分類学においてはトカの階級が与えられている。どこか基盤的なコエルロサウルス類や東園のカルノサウルス類を連想させがちなプロケラトサウルス科とは違いティラノサウルス科は頭は大きく歯も頑丈。前肢が貧弱な代わりに後足は長く。 そして胴体は眼鏡で体も大きいと一般的にイメージされるティラノサウルスの仲間を体現したような体つきをしていた。上顎の前方にある D 字型の断面を押した歯、および融合した尾骨が共通の特徴である。コエルロサウルス類であることから羽毛を持っていた可能性が指摘されていたが2004年にティラノサウルス科のディロングの発見により証明された。 さらに比較的大型のティラノサウルス類であるユーティラヌスにも羽毛の痕跡が見つかり本家の大型恐竜にも羽毛が生えている可能性が深まった一方他のティラノサウルス科の恐竜を調査した結果それらが臨場の皮膚で覆われていた可能性が高いと指摘する研究結果もあるそれによるとティラノサウルス科の恐竜が大型科の過程で二次的に羽毛を失ったのではないかとする ただし保温の難しい要態についてはなお羽毛を持っていたとする見解もある。ティラノサウルスやアルバートサウルスなどトガの後期の属では2本の指を持つ非常に短い腕が特徴的である。ティラノサウルスの上腕骨は大腿骨の3分の1の長さまで退縮していた。しかしギロングやエオティラヌスなどティラノサウルス上下の初期群は 他のコイルロサウルス類と同じように三本指の長い腕を持つため、これらの特徴はグループ内で二次的に発達した特徴であることが分かっている。腕の縮小化はケラトサウルス類サラタソリアのアベリサウルス化、アベリソリデイでも体の大型化に伴って起きており、関連が注目される。これは大型化とともに頭骨が巨大になり、重量バランス上、 全子が短縮した方が生存に有利であったためと推定されている。ティラノサウルスやアルバートサウルスに代表されるティラノサウルス科は中足骨の中央が両隣から挟まれたアークトメタターサル構造と呼ばれる特殊な構造の足をしていた。この構造は走る際に足へかかる負荷を分散しやすくする効果があり、大抵は瞬足の恐竜に見られる構造である。 例えば、オルニトミムスカ・オーナタミミデイや、トロオドンカ・トルドンティデイがその恒例で、とりわけオルニトミムスカとティラノサウルスカは修練進化、内詞群格競争の結果、アークトメタターサル構造を獲得したものと見られている。ちなみに、前述のティラノサウルスカやオルニトミムスカなどは、共通して、アークトメタターサル構造を持つことからともに、アークトメタターサリアと呼ばれるグループを成すと考えられたが、 現在では、初期の種では見られない特徴であるため修練であると、されている。古い分類では、トラニソリデイは、ジュラキノアロサウルスケラトサウルスなどともに、旧来の食肉類類に分類されていた。しかし近年の分岐分類学的な研究によれば、頭部や座骨の構造などから、小型重脚類のグループであるコエルロサウルス類、シーラーラソリアに含まれるとされる。 つまり大型のティラノサウルスは、アロサウルスなどのジュラキの大型獣脚類の子孫では、なく小型獣脚類が進化で巨大化したものである。白亜紀後期の序盤を過ぎた頃、アロサウルス類が姿を消したのに伴い、小型獣脚類だったティラノサウルス類の一部は、大型化への道をたどっていった。以前は、白亜紀後期を代表するグループであったが、白亜紀、前期からも知られるようになった。 アビアティラニスやジュラティラントといった基盤的なティラノサウルス浄化の恐竜はヨーロッパから産出しておりティラノサウルス化を包括するパンティラノサウルス類はヨーロッパからアジア北アメリカ南アメリカをオーストラリアへ分布を広げたと推測されているアジアと北アメリカではパンティラノサウルス類のうちエウティラノサウルス類が進化し北アメリカのパンティラノサウルス類から ティラノサウルスカが出現した。ティラノサウルスカ恐竜の分布の拡大については二つの仮説が提唱されている。一つは2013年に提唱されたもので、北アメリカ大陸西側で進化を遂げたティラノサウルスカは解体に伴う陸地の拡大とともに分布を広げ、やがてアジアへ渡ったという説である。この説ではティラノサウルスカの移動は北米からアジアへの一度のみとなる。 もう一つは2016年に提唱されたもので、前者よりも複雑な移動があったとされている。こちらでは8000万年前までに、アリオラムスとキアンゾーサウルスに代表される、アリオラムス族が7350万年前までに、他のティラノサウルス家がアジアへ渡り、後にティラノサウルスが北米へ戻ったとされる。ありがとうございます。